解した。ジャスミン。メラン、こっちも頼むぜ。了解した。便利だな、お前。任務があるのに手伝わせてごめんね、メラン。構わない。ご飯を食べさせてもらっている僕なりのお礼だ。ほらね、メランさんってすごいんだから。わかった、ママ。見ていた。もう早く声かけてよ。恥ずかしいじゃない。恥ずかしがることはない。僕はマリンのそんなところが好きだ。メランっては笑って笑ってる。メラン笑ってるの。悪かっただろうか。そんなことないよ。メラン笑えるんだ。ごめんください。できず、ファニーワールドでの活動は混乱しています。会議は踊る、踊らにゃソンソン。みんな苛立ってる。混乱の極みだ。エレはどこにいるのよ。大事な会議に一番失敗してるやつがいないってどういうことよ。報告します、報告します。電気制御として事故発生。事故を伝えに伝えてください。モノ、静粛に
非常対策委員長、明かりの確保を急ぎなさい。何度だ、もういい。神聖モノマキア、エネシスよ。誰が勝手に。このままじゃ全員気絶させられるぞ。こっちで。ここから脱出できます。みんな入って。いつの間にこんなものを。早く議会長。それは3人乗りです。あなたたちだけでも脱出しなさい。そんな。議会長、あなたは。来なさい。ブリガドーンはかつてない危機に瀕しています。それを救えるのは迅速で正確な決断しかありません。私の全権はあなたたちに委ねます。リリー、お願い、この世界を。リリー、クストン、誇り高き銃剣士が何をしている。クストン、もしや生体改造されたのか。その能力は。随分探したんだ。え？国会図書館の後でやっと見つけた。土砂に埋まってたから一苦労だったよ。何の本なの？旧日本軍の資料。ん？ここにマリーンの名前が載っている。マリーン？なぜマリーンの名を知っている？秘密の地下兵器工場、そこでいろいろな実験の被験体となっていた少女の名前がマリーン。マリーンが実験体になってたの？不思議じゃないよ。理解できないものを調べたくなるのが人間なんだ。最終報告では研究は打ち切られている。マリーンがアンプルの状態に戻ったんで実験が不可能になったんだ。つまりマリーンはそのままアンプルとして保管されている可能性が高い。どこ？どこに？残念ながら場所までは調べられなかった。でもマリンちゃんはそのマリーンに間違われたんじゃないかって思って教えに来たんだ。そう、ありがとう。時間がない。その場所を調べる方法はないだろうか？それは。東京駅の地下道から南東へ2キロ、本土決戦用の兵器が作られておった場所じゃ。中太じいちゃん知ってるの？わしもそこにおったのでな。親分、
シュータじいちゃん。じゃが研究が本格的に始まる前に逃げ出した。戦時中とはいえ殺人兵器の開発になど手は貸せんわい。おお、さすが親分、科学者の花亀。行こうメラ、行ってマリアを見つけよう。うん、行ってくる。いつものを頼む。うん。あ、ダメだよ、私も一緒に行くんだから。なんだって。マリンちゃん、危ないんじゃない？ここで待っていた方が安全だ。行くの？大事なことだよ。本物のマリンがいるなら私も会わなきゃ。うん、わかった。だが何があるかわからない。僕のそばを決して離れるな。うん。早速出発しよう。おお。でもその前にちょっと、おしっこ。漏れる漏れる漏れる。相変わらずだな、マリンちゃんは。どうしたの？なんでもない。顔、なんかついてる。そうじゃなくて、かっこいいなって思って。そう、自分じゃよくわからないけど。かっこいいよ、テレビのスターみたい。モテるでしょ。うん、女の子と話したことはあんまりないし。本当？女の子ならみんなアドナ君みたいな人好きだと思うよ。女の子ならみんな。私は別に、私はどっちかっていうと女の子の方が好き。あ、いや、そうじゃなくて、そのお待たせ、メラ、行こう行こう。あ、マリンちゃん、ちょっと。何？後ろ丸見えだよ。ごめん、でも僕のせいじゃん。マリンちゃん痛いよ。行ってきまーす。マリン。何？マリンもアロマのような男の子が好きなのか？いきなり何？聞かせてほしい。そんなの急に言われても。萌えは女の子はみんなアロマのような男の子を好きになると言った。何言ってんだ萌えちゃんたら。マリンもそうなのか？どうかな、かっこいいとは思うけど。かっこいいと好きなのか？そういうわけじゃ。メラ、もしかしてやきもち焼いてる？やきもち？お腹は減っていないが。じゃなくって。降りるぞ。距離と方角を正確にたどるとこの辺りのはずだが。何にもないね。ん？どうしたの？その壁は周りの壁よりも後になってから作られたものだ。よっと。どういうこと？扉だ。それじゃあここがシュータじいちゃんが言ってた。そのようだな。すごいね、メランの刀の切れ味。入るぞ、マリン。うん。特別な部屋のようだな。やっぱりメランもそう思う？ここだけ周りの雰囲気から浮いてるもんね。行ってみよう。すごい部屋。あ、そうだ。ん？シュータじいちゃんの発明品。これでしばらく。
生命反応なし。うわー、お姫様のベッドみたい。それ埃だらけ。大丈夫か？マリン、呼んだ？そこまでよ。エリオ、つけてきた甲斐があったわね。マリンは私がいただくわ。渡せない。でしょうね。ならば決着をつけるまでよ。仕方ない。待って、エリオさん、もう争うのはやめようよ。私この前モアちゃん助けてもらってすっごく感謝してるよ。だから黙りなさい。あれは借りを返しただけよ。私にも任務がある。それを遂行せずにおめおめとブリガドーンに戻るわけにはいかないわ。メラン、剣を交えなければ伝わらない思いもある。僕たちは銃剣士だから。マリン、マリーンのアンプルを頼む。うん、分かった。行くぞエリオン。勝負よメラン。終わりだ、エリオン。強くなった、メラン。マリンのために強くなったの。私ではなく、あの女のために。エリオン。エリオン。僕の話を。僕は回します。どうしてこうなっちゃってるのよ。もうなんでなんで泣いてんの。ガクガクはやめようよ。ねえねえ、うちいちやだやだやだ。マリン、それが焼き餅を焼くということなのか。僕は密命を受けてマリーンをファニーワールドに連れてきた。変数値によってブリガドーンの生き物全てが死に絶える危険性があったからだ。信じられないわ。なら中枢議会に訴え出れば。その動きは中枢議会から出ているものと聞いた。議会に変数値が。その可能性がある。とにかく一刻も早くマリーンを解放しよう。パスカの日を迎えるためにも。え、あ、そうね。出てこいマリーン。
許してちょう。なんてね。マリン。彼女。あれ、ここどこ？ドキッ。私だ。あんた誰？どうして私の真似なんかしてるの？真似なんかじゃないよ。私アサギマリン、中学1年生よ。あらま、私もマリンよ。でも年はこれでも50歳なんだけどね。で、いつまでも若くて美しいから、軍の人に細胞調べさせてって言われてここに来たんだけど、なんだか瓶の中みたいなところにいきなり入っちゃって、気持ちいいからうっとり寝てたら、また何年も経っちゃったみたいね。で、そちらの方たちは仮装大会かなんかかな。50歳じゃあもしかしてひょっとして私のお母さんだったりなんかもしちゃったりして、え、まさか娘ってそんなわけないでしょ。もう、トガ崩壊。守れ、平和を守れ、勝利の鍵はアサギマリン。コスモスお願い、ピカピカ変身。世界を救え、メランを救え。行ってきますよ、長屋のみんな。必ず帰るよ、あー萌えちゃん。メランだ、エリュンだ、パイオンだ。三重剣士サライブミー。次回、大問題のバトルロイヤル。だから言ったんだよ。